フランス銀行、フランス銀行、フランス銀行、フッツは、フランスの中央銀行。フランス銀行は、欧州中央銀行制度に参加する。ユーロ導入前は、独自通貨フランスフランを発行していた。フランス銀行の定管は、1803年4月14日の、法律と以後制定された法律の集合からなる。こと信用業務に関する大枠は、 1973年1月3日の定款全面改定まで、1808年1月16日の基本定款したチャッツフォンダメントが規定していた。なお、改定時はジョルジュ・ポンピドゥ政権であった。大不況を通じて事業拡大が法的に容認されてゆき、1897年の立法で完成した。 以下1880.1897,913年において、拠点数は、中央1地方92、中央10地方237、中央10地方58、商業手形割引は、総額86億9688万7700点10、364、834、800点20、005、642、400フラン。 割引の地方拠点取扱い分は52.853.160.5%、証券担保貸付は総額3億2581万8600.121809 400.6382410700フラン。割引の地方拠点取扱い分は37.059.376.7%であった。 フランスの銀行券流通残高は1870年で20億フランに満たなかったのが1910年に60億フランほどに達し、預金通貨総額は1870年に3億フランほどであったのが1910年に100億フランを突破したとられる。オートバンクがロキヨシ銀行などへ巨額の資金を投じたことから、持論家は国内産業へ資金が十分に供給されないと、 主張した。この急設を支持する実証的な研究は今でもある。資金投下そのものは十分であったが、投下先は大企業であった。戦艦期に増えた。政府債務は預金協託金庫と連携して処理に当たった。1938年、預金協託金庫の準備金は一部が国庫の一般会計予算に自動参入されるようになり、フランス銀行は 自身の準備金と預金協託金庫から管理を委任されていた、それを戦争の最下を免れるために母外処理して北米の銀行へ移送した。第二次世界大戦の戦費を全て引き受けていたフランス銀行は国有化され、1949年8月4日、四バンの創設に参加した。戦後復興に貢献したのは後日のクレリア・アグリコルや庶民銀行、 ゲンブップスであって、オートバンクではなかった。復興のために発行された多くの手形が割り引かれ、信用創造が起こった。第二次世界大戦の前後に副総裁を務めたは、戦後に欧州石炭鉄鋼共同体の司法裁判所判事を務めた。この ECSC といい、後日の200家族といい、フランス銀行はカルテルと密接に関わってきた。 高中1990年7月30日号に発表された全世界企業リストに基づいて欧州系銀行の資産ベスト10を考えると第1位、2位、3位、7位、8位、10位がフランスの銀行であった。4位と5位がそれぞれバークレーズとドイツ銀行であった。2002年4月に政府が調査結果を公表するまでフランスの銀行はホロコーストによって生じた。 休民口座に対する保障をめぐりプライバシー法に訴えて名義公開を拒んできた。フランスの各ユダヤ人組織はストラスブールなどホロコースト口座のリスト非公表にまで同意した。スイス銀行に対しては強硬姿勢で望んだスチュアート・イー・アイゼンシュタットは国際世論の後押しがないようなことを述べて、またが衆国からクラスアクションが起こりそうになっても、 フランスの主権を尊重するという理由をつけて、フランス系銀行には手出しをしなかった。1716年に、経済学者であるジョンローが、前身の総合銀行、ボンク・ジェネロレイを設立。1718年に政府が獲得し、王立銀行、ボンク・ロイヤルに改称した。18世紀中頃から主に、サンイコールドマングの収益性が、フランスの経済を支えた。 1789年にフランス革命が起き、同年12月から1796年までアッシニアが流通した。この序盤でフランス東インド会社の脱税事件が発覚した。1797年、財務大臣ラメルの交際位置、参加政策が採用された。1800年、ナポレオン・ボナパルトがフランス内の貨幣統一を目指し、フランス銀行、 ボンクでフランスを設立した。この時にフランス銀行は焼却金庫から原資を委託された。1803年フランス銀行はパリの発見銀行となった。1806年4月22日に銀行総裁、副総裁を政府任命制とした。ナポレオン戦争終結後の1817年国が ロスチャイルド家とホープ紹介を通じて5%利付公債を57%で募集。同年から翌1818 18年にかけて5%利付国債、合計2700万ポンド相当を額面52.5%から67.6%でベアリング紹介筋で発行した。一方でこの2年間、関節税の都市徴収額。 1000万以下切り捨てが1兆157億フランから1兆7653億フランに急増した。1819年は1.9兆、1820年は1.4兆となり、1821年から1830年までは1.93兆を下らなかった。一方直接税は1815年から1830年で、 およそ2.9兆から3.6兆の間を推移した。1825年の強行で、フランス銀行は、イングランド銀行の救済融資に動いた。1830年1月12日、8000万フラン国債を、発行価格102.075%年利4%で、ロスチャイルドが引き受けた。6月、アルジェリア侵略。 1831年4月、三モン主義者が1.2億フランの国債を、額面価格で3万人から直接公募する提案を、して却下される。同年、入札によりロスチャイルドラオートバンクが、額面の84%で引き受けた。翌1832年は、オートバンクを総動員した師団が引き受けを独占。1841年、 3%利付国債1.5億フランはカルテルでロスチャイルドが3、4を引き受けた。引き受け価格は額面の78.52%だった。1844年公共事業国債2億フランはロスチャイルドが84.75%で引き受けた。1847年の3.5億フラン国債もロスチャイルドが75.25%で引き受けた。 1848年3月、銀行券の発行独占券が全国に拡大された。フランス銀行券が法定通貨となり、他艦はフランス銀行側が通知することにより日のべができた。5月までのデクレは1848年憲法の制定に先駆けた。1857年6月9日の立法により、 割引部合を6%以上に引き上げることが許された。この法律は拡大解釈され、国内のあらゆる銀行に適用された。以降、割引卒の引き上げは準備金の流出を防ぐ手段として継続的に行われた。1860年、各植民地銀行を助ける公認コルレスバンクの地位を政府の要請でパリ割引銀行に譲った。 1860年代初頭、フランス銀行はと競争を展開。サボアがイタリアからフランスへ引き渡された時、サボア銀行は銀行券の発行券を保持することが認められ、サボア銀行券の通用力を旧フランスにまで拡大しようとした。しかしつい2864年、サボア銀行はその発行券をフランス銀行へ売却した。翌年まず、ラテン通貨同盟。 1871年5月にドイツ帝国の支援を受けたパトリス・ド・マクマオンがパリコミューンを鎮圧。6月、アドルフ・ティエールが40億フラン朝の国債を発行してフランス銀行と JS モルガンカンパニーから復興資金を調達した。1871年にフランス会員で総議席数768のうち王、 当派461、共和派 238, 旧進派69だったのが、1876年に、総議席533の内王党派 192, 共和派 282, 旧進派59となる。1881年には総議席557の内王党95、共和 384, 急七78となる。百七十三年、 事実上金本位制となる。研究により、減少率は異なるが、以降フランスの準備銀は減ってゆく。1882年、リヨン証券取引所で強行発生。カトリック系のユニオンジェネラルが倒産、スエズ運河外社株価など下落。1890年、フランス銀行元総裁のドゥノルマンディが、インドシナ銀行の役員となる。八百九十年代、 金融危機とともに、ソシエテジェネラルなどが地方へ進出して、地銀を淘汰する。フランス銀行も事実上貸し付けに進出。人的担保条件に、肯定部合ではリビク融通手形。準備金が40億フランでそこを打って増え始める。1893年、会員総議席数581の内応答105。 共和314、急進116社会主義46、1898年に総議席581のうち王党105、共和279、急進145社会主義52、1897年11月17日の立法で発見特権が更新された。従来、国債の消却は消却金庫が行っていた。しかし特権更新に伴い、 フランス銀行の全国支店窓口で国債、公債を販売するようになった。また、フランス銀行はクレディアグリコルなどの組合が提示する手形を割り引くようになった。この頃から当分、ロキオシ銀行の主導権をめぐって露出資本の激しい攻防が続く。1909年、フランス銀行とフランス系銀行が連邦準備制度設計の参考対象となった。 第一次世界大戦勃発により金本位制を離脱。1915年8月25日、銀貨の輸出を禁じるとともに補助通貨を開中。1920年、国が不況のため10から11月に6%コンソル債を280億フラン発行。年末にフランス銀行は国とマルサル協定を締結。政府は フランス銀行からの借入金270億フランを毎年20億フランずつ返済することになった。1923年、ドイツのハイパーインフレで賠償金の今月いたことが分かると、フランと国債、特に長期国債が下落し、フランス銀行による直接引き受けが多くなった。1926年8月7日の立法により、金、 外国がロアセを市場価格で購入し限度外発行の準備に充てることが許された。この年9月26日、ロア銀行がパリの外為市場で損失を出し倒産した。翌年までフランスの金準備は181億フラン程度であったが、1928年は320億フランに迫るほどとなり、1932年には830億フランとなった。 そして1927から1928年の間、金準備増加100億フランに対し、外国が合わせは260億フラン増加した。1933年から世界恐慌の煽りで準備額は全減した。1936年、レオン・ブルム内閣がフランス銀行に対して理事会の廃止と民主的統制手段の制度的保障を要求した。 フランス財務省は第二次世界大戦のドイツによる侵略を予期した。フランス銀行は準備金を母外処理した上で現物を国外へ避難させた。1938年、フランス海軍が連邦準備制度へ600トンを移送。翌年にはダカール経由でカナダへ400トンが送られ、そのうち213トンがカナダロイヤル銀行へ届けられた。一方、 フランス人民戦線の誕生をきっかけとして1945年にかけてフランス銀行の国有化が進んだ。1946年から銀行化を含む各界の代表者からなる国民信用評議会の統制を受ける。1948年1月26日に外為相場を1ドル119フランから214フランに切り下げた。ここで フランスフランと CFA フランそれぞれのタイドル相場が事実上会議した。要は、セーファー通貨圏から合衆国へ輸出するとき、直接送るより本国を通した方が多くのフランスフランを手にできた。翌年8月8日、セーファーがドルとの直接交換を停止した。そして12月に祖父が設立された。対戦の戦費が フランス銀行に直接引き受けられていたので赤字財政、借り換え債発行、大インフレという庶民にとる苦境が続いた。しかし何故かフランスの対外債務は急速に返済されてい、西ドイツの各武装需要が起こってから国債は銀行手段を作らなくても銀賞、郵便を窓口として一般投資家に消化されるようになった。1960年、 フランが1、100へデノミネーションされた。フランは、ブレトンウッズ協定で数回切り下げられていた。一方、セーファーフランが、本国通貨に対する陛下を1994年まで維持し続けた。1964年10月末、累進立家短期国債の発行を停止した。1965年1月、ドゴール政権下で保有ドルを換金すると発表。 1967年1月、政府が市中銀行に国債を強制保有させる制度を設けた。これは後に預金準備制度へ交代した。1968年3月、ストックホルムで金プール7カ国中央銀行総裁会議に参加し、金の二重価格制を決定。翌年3月に金価格高騰。1973年1月3日、 定款を改定。それまで12人だった、表情員が10人に減らされ、全員が通貨、金融内資は経済の専門家から選ばれることになったが、レーモンバールとジャックドロール含む一方幹事については、労使核利益代表者、巡航的金融機関の長、国庫局長が参加した。オイルショックは、外銀の退去進出と保険証券の窓藩を許した。 1974年1月、欧州通貨制度より半年離脱。同年6月、皇帝部合13%に引き上げ。1976年3月に欧州通貨制度を再離脱。一連の出来事に並行して、スリゴス、スライゴス、アトスの前身が中心となり、フランス版、デビットカードの整備が進められていた。1984年、 新銀行法が制定された。預金銀行と事業銀行の垣根、銀賞分離を現況に合わせて抜本的に撤廃し、金融機関の淘汰を促した。この1980年代に国債の支柱昇化を目的として債券市場の整備が進み、ドイツを超える盛況ぶりとなった。それから株式市場の活性化向きとして、フランス版金融ビッグ版が起こった。 国内証券市場は18世紀以来個人会員の公認ブローカーに独占されていたが、政策により内外のメガバンクがその会員会社を子会社化するようになった。1992年、フランス版デビットカードがすべてスマートカードになった。1993年、サボワ銀行がと合併。CCF は2000年4月、HSBC に買収された。 1993年にはまた、ジャンクロード・トリシェが総裁となり、フランス銀行が政府からの独立を保障された。マーストリヒト条約を背景としたフランス銀行法の抜本的改正による。1998年6月1日に、欧州中央銀行がユーロ圏の単一金融政策を運営するために設立された。 欧州中央銀行と欧州連合に加盟するすべて国の中央銀行から欧州中央銀行制度が構成される。1999年クレディリオネが民営化されるのを生還。政府の視力では増資に応じられずに自己資本比率が低迷していた。2002年4月国内ホロコースト略奪被害を調べていた政府委員会が フランスの銀行に存在し犠牲者のものと考えられる8万の休眠口座について6万4千人の名義人を特定した。スイス銀行で未特定のものを含めても3万6千、だったのに比べると非常に大きい数字と言える。この結果を受けてフランス系銀行は有効とされた口座への申請者に保証金を支払うことと国内に本部を持つ ホロコースト財団に1億ドルを寄付して、口座の相続者に保証することに同意した。2003年末、アトスオリジンがシュルンベルジェセマを買収した。創立以降、株主総会への出席者は、出資額の上位200人だけに許された。そしていわゆるに支配された。フランス銀行は統計上4万名の株主がいたが、大株主は彼ら家族であった。彼らのうち十四人が、 各自100株以上を保有していた。ロチルド、マレマレと、オタンゲル・ホティンガー、ウェンドルの主催者だけでなく、ドイツ帝国議会議員のも同家の人材である。法人株主は有名どころで、モエー・シャンドン・氏カレーに出せないが、50から100株保有するものでは、保険会社が17社もあった。200家族は、毎年の株主総会で15人の理事を選んだが、 常連は、ロスチャイルド、マレ、ミラボー・マラボードなどであった。当初15名の理事のうち5名は、製造、加工業者、商業者から選ばれると明確に規定された。5席は、バンデル、デュシュマン、ローヌ・プーラン、タナルドン、そして、パペトリダ・ダルブレイのパトロンが占めた。枠外では、スエズ運河会社のボギュエも、理事となった。彼ら200家族の個人銀行を、特に、 オートバンク法とボンクと呼ぶ。第二訂正以降は、足跡のたどれないものが多くなり、結果として、少数の生き残りがヘゲモニーを形成したので、よくわからない過程の部分は大不況に淘汰されたものと考えられている。1945年12月2日の立法は、グラススティーガル法のような側面を持っており、三種の事業形態を法定した。そこで、 オートバンクは3種から選ばなければならなくなった。ユグノー系、オートバンクは大部分が預金銀行になることを選んだ。ユダヤ系のものは工業銀行となったが、中にはロスチャイルドやラザード、それにドリフィス等が含まれていた。1945年12月法は、オートバンクの事業分離だけでなく、フランス銀行の国有化を決定した。理事会は、 総裁と2名の副総裁と12名の理事のほか、2名の監査役で構成されている。総裁、副総裁は総理大臣により任命される。理事のうちまず4名は預金協託金国レディアグリコルの理事長、または総裁が職権により任命される。次に7名は商業、工業、農業、労働、海外領土、外国におけるフランスの権益。 一般経済団体をそれぞれ代表する者が関係大臣の推薦に基づき大倉大臣によって任命される。そして残りの1名はフランス銀行職員のうちから無記名投票により選任される。監査役は大倉商工官から選任される。復興金融金庫イコールクレディナショナルは第一次世界大戦の戦後復興を目的として1919 19年に 創設された巡航的金融機関である。債券を発行して資金を調達し戦災被災地等に復興向けの融資を起こっていた。第二次世界大戦後は米ドルで受け取った借款の見返り資金の運用も委託された。1995年12月に政府がフランス貿易銀行の民営化を決めた。フランス貿易銀行の株主はフランス銀行。 26.65%、預金協託金庫24.65%、クレディナショナル15.77%であった。1996年にクレディナショナルはフランス貿易銀行の全株式を取得。1997年1月にクレディナショナルはナトゥクシスに社名を変更。ナトゥクシスは2006年、預金協託金庫傘下の育室と合併し、 ナティクシスとなった。ナティクシスは、年金石流金管理運用独立行政法人の運用委託先となったり、最近では、ブロックチェーンの共同開発にも参画したりている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。